よろしくお願いします。よかったです。よかったつながりました。ちょっといろいろとトラブルがあって申し訳ありませんでした。ちぐささん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして先ほど皆さん参加ね、いっぱいしてくださってコメントもくださっていたのに、申し訳ありませんでした。じゃあ改めて、ちょっとライブの方、配信をさせていただきます。皆さんおはようございます。北海道札幌から、オリジナルスキンケアアイテムと暮らしにまつわる物事をお届けしています、サポンデシエスタの月芝彩子です。今日は、9月の、27日から、札幌に青木千草さんがいらしてくださるということで、ちょっといろいろとねお話をお伺いしていきたいなと思っています。はい、千草さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日は千草さんの私の方のシエスタのインスタのアカウントで今年ね初めてちった手帳を知ったっていう方とか、ちぐささんのことを知ったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、まずちぐささんの自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、どっから喋ろうかな。株式会社ちった代表取締役をしております青木ちぐさです。ちった手帳の考案者をしてます。これですね、いろんな色があるけど今年は緑かな、今年は緑が一番人気なんですけど、ちった手帳はもう何年前かな、12年前に初めて作って、今では累計40万部の手帳になったところでございます。見かけたことがある人はロフトハンズでご覧になられてるかもしれないです。楽天やアマゾンや弊社の EC サイトで、購入できるものになっておりますが、今日はたくさん愛子さんに質問していただけるということなので、はい、今から喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと私いろいろと質問させていただこうかなと思っているんですけれども、まあ、ちった手帳は未来をデザインする、それから1年間使い続けることができた初めての手帳っていうふうに皆さんおっしゃることが方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、そのね、ちょっと秘密を今日は聞きたいなと思っているんですけれども、はい、ちった手帳ってまずどんな手帳かちょっとお話をお聞きしてもいいですか。ちったの手帳のこのちったっていう言葉の意味なんですけど、ヨガの言葉でサンスクリット語で心という意味があります。私も20年近くヨガをやっていて、ヨガスタジオちったというのをもう18年ぐらいやってるんですね。もう何年目かな。でそのヨガの講師の人っていうのは自分のマインドを整えている、自分の言った約束は必ず守るっていうのが当たり前だと師匠に教えてもらってたんですけど、まあ12年前の私は毎日の忙しさにかまけて全くできてなかったんですよね。なのでだったら書いたらやる、書いたらやるっていうのをやろうと心に決めてやりだしたのがちった手帳の始まりです。で私もちった手帳ユーザーでもう、2019年から使わせていただいているんですけれども、私もちった手帳に出会った時は結構自分の中の暗黒時代っていうふうに思っていて、そうなの、そうなんですよ。仕事も充実してたし、子育てと家事とかやっていることもやりたいこともいっぱいあったんですけど、なんか自分をね見失ってしまったというか、自分が何が好きなのかとか、自分ってどういうことに興味があるのかとか、そういうのがちょっと分からなくなってしまって、でそんな時に何かいい方法はないかと思って探したのがこのちった手帳だったんですね。なんかこう理想の手帳を思い描いてすごいネットで検索したんです、ちぐささん。私そう、24時間のこうバーチカルで、あとやりたいこととかをトゥードゥじゃなくて、やりたいことを叶えられる手帳はないかと思って探した時に出会ったのが、このちった手帳だったんですけれども、ちった手帳ってこの中にワクワクリストっていうのがついているじゃないですか。はい。で、私これがすごくいいなと思っているんですけれども、これはね、どういうふうな使い方とかをしたらね、おすすめですか？毎月うちのちった手帳には毎月そのワクワクリストがついてて、なかなか出ないって言われるんですけど、
その月に、例えば今9月だから、うん、9月にやらないといけないことを書くのではなく、うん、今思いついたことを全部そのページに書き出すページなので、うんうん、あの好きに書いていただきたいのですが、やりたいなと思ってたこととか、うん、例えばね、テレビで素敵な旅行先の特集をしてて、あ、そこ行きたいなって思っても、うん、もう忘れてるんですよ、次の日には。大体そう、うんうん、素敵な温泉地だった。忘れますよね。あの、大体人間の忘却率は、昨日のことは半分以上忘れてるので、うん、もう絶対に無理なんですよね、うん、記憶に留めておくの。だから一瞬、あ、これ欲しいとか、あ、これ買いたい、ここに行きたいって思う小さなこのワクワクって、すぐ過ぎ去っていくから、うん、どうにもこうにも結局やらないってことがすごく多いので、うん、で、毎月ワクワクリストページを作りました。うん、で、意味もあって、女性って3ヶ月前に、毎月にする理由があるのね。3ヶ月前に、あります。3ヶ月前に書いたこと、今見ても多分やりたくないと思う。ほとんどちょっとね、わかる。私も毎月書いてて、こう、昨日、今年残り100日なの で、 そうです、ね、あの、そう、今年の初めに何書いたかなとかっていうふうに思い、こう、開いたら、本当にその中で今もワクワクすることって意外にちょっと少なかったりするなって思ったんですよね。でも、いくつかキラッと輝くようにやりたいことがありました。うん、そうです、そうですね、うん。残ってるものだけを引っ越したらいいと思うし、うん、毎回新しく書き直したらなくてもいいし、うん、オリンピック選手だったら金メダルを取るってもうこの4年間の目標じゃないですか。うんうん、そしたら毎月書き直さなくても、心に決めてることは絶対にやるんですよね。うんうん、でだったら毎月の引っ越しはいらないけど、うん、でも大体特に女性は感情の生き物なので、うんかなり3ヶ月前と今やりたいことは変わってしまうので、うん、あえてさあの毎月書くようにしてます、うんうん、じゃあそういうふうにこう毎月毎月書いていると、まあ、最初ねシエスタのお客様も結構今回手帳を見てくださって私あの書くことがないんですっていうふうにおっしゃる方とかもいるんですよ。いや何やりたいかわからないみたいな。でもその気持ちすごいわかるんだけどもうちょっとずつでもいいからこう書いてるとだんだんそういうのって見つかってくるというかアンテナが尖ってくるっていう感じですか。そうです。あのワクワクが全く出ない時って、うん、私もあったからわかるんですけど、うんうん、大体さんもあったんですか。あります、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 うん、もちろん、うん、はい。生活に追われてる時が多い、うん、仕事だったり、うん、家庭のことだったり、うん、あれもこれもあれもこれも、うん、わーってこうトゥードゥが多い状態ですね。あこうワントゥよくちくささんがちった手帳はトゥードゥを書くリストではなくてワントゥを書くあの手帳だよっていうふうに話すんですけどそのトゥードゥに追われちゃうとなかなか見つかりにくいっていう感じですかね。頭の中が責任と責務と義務で追われているので、うんうん、とにかくそれをしなきゃ、うん、とにかくそれをしなきゃと思っているので、うん、余裕がないんですね、うん、でそれをこなすことが当たり前すぎて、うん、立ち止まることも疑問にも思わないし、うん、それが当たり前、うん、まあこの言い方はあんまりよろしくないんですけど社畜ってやつですねでも結構それ言ってくださる子が多いんです、うんうん、あの私数年前まで社畜でブラック企業でずっと働いてて、うん、家に帰るのがいつも10時11時でとか、うん、結構多いんですよ。うーんだから周りがみんな残業してるからそういうもんだと思う。それが当たり前だと思ってるからっていうことですよね。うんそんな方にね、うん、勤務時間が1日10時間を超えるみたいな子にワクワクリストを書けって言ってもそれは無理です。うんで単純に勤務がが長いだけじゃなくて小さいお子さんがいらっしゃるお母さん、うん、3歳児とか5歳児がいたら、うんうん、1日あっという間に終わります。もうその頃でした私の、 あの、ね、暗黒時代というかうこう見つからなかった時代、うん、じゃあでもそういう時にこうやっぱり手帳を、ね、買おうっていう方とかなんかこう続かなくってっていうこととかが多いんですよ。なんかその書けなくってとか続かなくってとかですごくこう悲しい気持ちに、ね、みんな、ね、なっちゃってであのやっぱり私には手帳は無理なんだっていうふうに思う方もなんかこうお話を聞いててねいらっしゃるかないらっしゃるなと思ったんですけどそういう時もそれでもいいんだよっていうふうに思ってあげた方がいいですかね。もう本当に
に多くのユーザーさんがせっかく手帳買ったのに書けなかった、うん、私ってなんてダメな私っていう人が多いんだけど、うんうん、大前提手帳が書けないイコールあなたがダメではありません、うんうん、大丈夫です、うん、あの逆の言い方をすれば手帳なんか真っ白でも、うん、あなたの毎日が充実してたらそれで OK だし、うん、ハッピーだし、うんうん、極端な話を言うと私のちった手帳毎年買うけど、うん、あのワクワクの3行ぐらいしか書かないし、うん、ウィークリーは書かないし、うん、マンスリーとワクワクしか書かんけどっていう人とかもいる、うん、あそういう方もいるんですね。すごいレアかもしれない、うん、あの、うん、多くの人はウィークリーを書こうとするんだけど、うんうん、でもすごいハッピーだったらそれでよくって、うん、書けてないイコールダメな私ってしなくてよくって、うん、大事なことは自分が居心地がいい一日の過ごし方ってどういうことかなっていうのを考える。うん、うんうん、多分やりすぎなんです。多分うまくいかない時ってね、トゥードゥが大きい、うん、一日があっという間だって感じるっていうことは見えないものに追いかけられてる感覚っていうのがあるので、うんうんうん、まずは空白を作る、うんうん、書けなくてもいいからなんか余白を作る手帳と思ったらいい。あ、なんかそういう考えで使ってもいいんだよってちぐささんが言ってくださるとなんかすごい気持ちが楽になるなって思います。いや、うん、本当にそう、うんうんうん、でその1回ね空白を作った、あ今もね手帳が真っ白でも充実してれば良いってね、あのコメントくださった方もねいるんですけれども、でそういうふうになんかこう1回空白を作る、そんな時間を作ってからまたやりたいことっていうのを見つけていくとなんかすごく見つかるんじゃないかなっていうふうにと思っています。で本当はあの 1日ちょっとでいいの、うん、なんか空白なんてないって今思う人絶対いるから、うんうん、1日10分とか15分だけでいいから、うんうん、1人でぼーっとする時間を手に入れることがまず一番大事です。なのでそういうふうにちょっと自分をこうリセットしたりとか空白を作ったりとか、そしてその先にあるやりたいこととかを見つけるのにこのちった手帳は本当私もすごくおすすめだなって思いますし、私自身本当に人生が変わったなって思っています。で昨日去年からちった手帳シエスタで販売させていただいているんですけど、去年使ってくださったユーザーの方も本当にこんなに1年続けられた手帳は初めてですって何人も言ってくださってるんですよ。そうそう、で今年も買えますっていう風にいらしてくださってる方とか、あとあのすごい気になっていたって言ってこう今年選びにね来てくださる方もいらっしゃるんですけれども、あのこう手帳をねこう続けるねコツみたいなのってあったりしますか？続けるコツは、うんうん、必ず週に1回、うん、手帳を書く時間っていうのを前もって確保すること。すごくシンプルですけど、うんうん、もう先にこのウィークリーのページの例えば毎週月曜日のこの時間みたいな感じでもう予約しちゃうみたいな感じです。そうそうそう、うん、みんな手帳空き時間に書こうとするから、うん、空き時間いつまで経ってもやってこないんで、うん、そう来ないの空き時間って。来ない来ない、ね、ないない空き時間って、うんうんうん、でもう先に自分を大切にするためにもここみたいな感じで決めちゃうっていう感じですかね。そうそう、最初多分その手帳を書く時間を取るということに価値を見出せないと思うんですね、うんうん、続かないっていう方の多くっていやそんなことやってもさって多分思ってるんですよ、うんうん、取ったからって人生変わんのみたいなぐらいだと思う、うんうん、でもこれはマジでダイエットとかと同じだと思ってて、例えば毎朝会社行くときに階段使った方がいいなって分かってるじゃないですか、うんうん、一駅は歩いた方がいいなって分かってるじゃないですか、うんうん、その方がいいよねって分かってるけど今日もエスカレーターを使うよね、うんうん、それと同じで本当にダイエットが成功する方とかって、うん、あの知ってる分かってるじゃなくて、うん、知ってる分かってるやってるの人なんですよ、うんうん、本当にやってる、うんまあ、ちょっとでいいのもう何回も言うけど、うんいきなりね 2,3 時間自分の時間を週に1回今から取れって言われても無理だよ今追われてるのにってもう多分思ったでしょ皆さん、うん、だから週に1回スタバでも何でもいいからコーヒーを飲みながら30分だけ今週来週の予定書いてみようかなくらいの気軽なところから始めたら、うんうんうん、
意外と自分ってあれ隙間時間あるじゃんとか、うん、この時なんか例えば新宿に出かけるから、うん、あじゃあついでにハンズに言ってこれ買って帰ろうとか、うん、気のづくやりたいことっていうのがいっぱい出てくるうん、だからなるほどね、そう気に付いてくるの、その時帰った時は何も思ってなくても、うん、書くことで、あの実は思ってたことが目で見えて書いたら、あじゃああの時一緒にやってみようかなとかって、こう今度行動に動かしやすくなるっていう感じですよね。そう、うんうん、そうだよ、うん、皆さん、うん、だって、うん、例えば、うん、あな例えばねシエスタさんのファンだから、うん、いつもネットで買ってるけど、うん、今度札幌市内に行ったら行こうって思ってても、うん、うっかり行った時に忘れてて、うん、え忘れてるみたいな、えみたいな、え寄ればよかったじゃん今日みたいな、家に帰ってから思うみたいな、うんうんうん、絶対あるの、うん、近くにいてたのに昼間にみたいな、うん、あーやっちゃったみたいな感じのすごいよくあります、うん、そう今手帳の時間を作りますって、ぜひ作って、うん、もうあの本当にこれね誰も共感していただけないと思うけど、うん、私まあまあ田舎に住んでるので、うん、あの10年前から三菱東京 UFJ が滋賀県に1個しかないわけ、うん、ありえないでしょ、県内に1個しかないんですよ、うん、UFJ が、うん、で私の家からの車で30分も離れてるんですね、うん、UFJ 講座を使うには、うんでも、うん、とある大手の東京のヨガ団体が、うん、僕のところは UFJ だからって言われて、うんうん、私は普段もうベタベタの滋賀銀行を使っているのに、うん、あ、都内、あの、都銀ですね、みたいな。うん、UFJ に、絶対に月に1回は行きたいんだけど、うんうん、家に帰ったら、あ、今日も銀行寄るの忘れたとか、あ、今日も行けばよかったのにっていうことがいつもあって、うん、悔しすぎたから手帳に UFJ に行くって書き出したんですよ、うん、私、うん、なるほど、そうしたら忘れないですもんね、出かけたついでがあるはずなのに、うん、家に帰ってからすごく後悔をするわけ、うん、また行かなかった今日って、うんうんうん、だからなんかみんな同じ思いあるんです、うん、と思います。で本当になんかこうちょっとやりたいなと思うこととかもどんどん書いていって、でそして小さいステップからこう叶えていくっていうのをちった手帳を使うといいですよね。そしたら大きい夢がこう叶いやすくなる。そうそう、うん、なんかそのちった手帳ってキラキラしてて、うん、なんか夢かな系の女子だけが使うんじゃないの、うん、みたいなのも全然違くて、うん、割と現実主義です、うん、確実に今日の一日あやりきれた、うん、しって、うん、でもこれ取りこぼしたな、じゃあ明日行こうみたいな、うん、もう一歩ずつをちゃんと日にちが充実できる人が1週間思うように切れるし、うん、1ヶ月自分の理想通りにようやくこなしていけると思う、うん、すごい名言今の本当に、うんね、そうです。で、あの今度ちぐささん、あの今週の金曜日札幌にいらしてお話し会をしてくださるんですけれども、あの今たくさんね皆さんご予約をいただいているんですが、いくつかちょっと質問をいただいていて、あの、はい、行こうかなって迷ってらっしゃる方から、あのまず一番多いのが、今あのちぐささんがキラキラ女子っていう話をしたじゃないですか。で私はなんかやっぱ手帳を書いてる人とかってそういうイメージがあるの、皆さんある方もいらっしゃって、でそんなね私が今度のお話し会あの参加してもいいんですかっていうふうにちょっと質問いただいてるんですけど、お話し会はそういう方こそ私はぜひいらしてほしいと思うんですが、ちくささんいかがですか。本当に誰でも参加可能です、うんうん、あのなんか普通の OL なのにとか、うん、企業主婦なのに特段何かを目指してるとか、うん、起業するしかそういうの全然ないんですけど、うん、って言う人こそ来てください、うん、来てほしい本当に、うん、本当にそう、うん、あの先日弊社でアンケートを取ってみて、うん、驚きの事実が分かったんですけれども、うん、なんと 45% 以上の方が会社員の方だったんですよね、うん、ちった手帳ユーザーの方が、うん、あくまでうちとつながってるお客様なので、うん、どうしてもこう偏りはあるかもしれないけど、うん、毎年ちった手帳をリピートしてるようなお客様にアンケートを聞いたところ、うん、45% ぐらいがね会社員の人、うん、でね 28% が専業主婦の人でした、うんうん、つまりほとんどが普通の人ってことです、うん、そうですよね、45+28だと70% ぐらいですよね。そうそうそう、本当に。そうしたらもう本当にちょっと来年楽しい年にしたいなとか、うん、少しあの毎日がハッピーになりたいなとか、そういうも
方もぜひいらしてくださいっていうふうに私も強く思いますので、ぜひ皆さんいらしてください。今コメントにも、はい、超地に足ついてる経手帳だと思ってます。で、去年もちぐささんのワークショップさせていただいたんですけれども、本当にその時も普通の方で、お一人で参加される方が多かったんですね。で、やっぱりこういうワークショップって一人で参加していいのかなって、やっぱドキドキされる方がいらっしゃるんですけど、もうお一人でもぜひっていう感じですよね。うちのイベントお一人様の方が多いと思います、うんうん全然一人で来ていただいて大丈夫ですし、何にも緊張することないし、本当にお話し会なので、あ、へーみたいな、発見がいっぱいあると思う。ね、なんかこうやっぱり普段やらないことをやると自分のこう世界も広がるし、なんかそういうこう視野を広げる、そんなきっかけに私も皆さんにいらしていただけたら嬉しいなと思っていますので、ぜひちぐささんのお話し会皆さんお越しください、ね。でまた、今回2回目の、お話し会なんですけど、ちぐささん今回また参加される方とか、これから来ようかなと思っていらっしゃる方にぜひ一言お願いしてもいいですか。ありがとうございます。もう一回シエスさんの日時をお伝えしてもいいですか。はい、9月27日の何時ですか。はい、9月の27日の、18時半から、20時までの90分間、シエスタラボで、開催させていただきます。ありがとうございます。あやこさんのアカウントから申し込めるのかな。どっから申し込んだら。そうですね、アカウントの申し込みなんですけれども、サボンデシエスタのインスタのアカウントの、リンク欄のところに、ご用意をさせていただいています。で、手帳の販売も今お店とオンラインショップでさせていただいていますし、ワークショップの方もちょっとお席が残り少なくなっているので、気になる方はぜひ早めにご予約いただけたらと思います。ありがとうございます。はい、はい、本当にどんな方でも、ちった手帳って幅が広い手帳なんですけど、なんか今までの手帳だとちょっとなって思ってる人こそやっぱり来てほしいし、なんだろう、気がついたら1日が終わるとか、いつもやりたいことができずに1週間が過ぎてしまうとか、そういう人こそ来てほしいです。すごい風船が自分をなんとかしたいな、このままだったら自分の生活習慣良くないなって思ってるけれども、何から変えていいのかわからないとかね、そういう人こそ、ぜひ来てほしいなと思います、はい、皆さんぜひお待ちしております。そして今回青木さんいらしてくださったら、他にもいくつもイベントあって、シエスタは結構ちった手帳を初めてユーザーの方向けなお話をちぐささんしてくださるんですけれども、その翌日の9月の28日には結構ヘビーユーザーの、ね、方向けのがっつりワークショップの方が、あるので、そちらもハグカフェで検索していただくとお申し込み受付しているのと、あと9月29日にも出版講演会ちぐささんあるんですよね。はい、こっち忘れて思い出した新刊の、講演会あります、ね、そちらの方のお申し込みはちった手帳の方から今受付中ですよね。うちのプロフィール欄下リットリンクから講演会は飛べますし、でも北海道のリアル手帳講座は今日が締め切りか、そう今日が締め切りだったと思う。今日が締め切り、めっちゃ思い出したからそうです、9月28日の手帳講座はお話一回聞いたことある方も、もしくは全くなくても真剣に講座使いたい方にはめっちゃおすすめで、感性を磨く手帳講座っていうテーマでさせていただきます。ワクワク出ない人ぜひ、申し込みが今日までっていう感じですね。危ないと思って、私も手帳講座もそれからお話し会も全部実は申し込みさせていただいているので、がっつりの人やん。
はい、多分誰よりもがっつりな感じの3日間にしようと思っているので、ぜひね、今回来れなかったっていう方とかも、私からその3日間を皆さんにシェアしたいなって思いますので、はい、ぜひお声掛けね、いただけたら嬉しいなと思います。主催の春掛けのまきちゃんからよろしくお願いしますって言って、うん、はい、よろしくお願いします。ね、はい、この3日間春掛けみんなここ、はい、本当に北海道にちぐささんがいらしてくださるので、2025年をね、もっと良いね、1年にする、それから人生をもっと楽しくする、そんな3日間がこうギュッと詰め込まれた時間になるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんいらしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後で待ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。